キンドン君こんにちは、水木なつみです。さんさしぐれに泣いてます。今回岩手県を舞台にしております、切ない恋の歌なんですが、郷土品の南部風鈴の美しい音色が聞こえてくるような、そんな温かい一曲になってます。そうですね、サビのところが一番、歌いどころ聞かせどころなんですけれども、まず歌ってみると、南部拳があるんです。この拳が最初はちょっと山かなと思うので、ここは覚えるまでゆっくりゆっくり繰り返し歌っていただいて、それからメロディーに合わせて歌っていただくのがいいかなと思います。その後の南部風鈴チリリンリン、このチリリンリンというこのフレーズは、南部風鈴をこう想像しながら可愛らしく歌ってください。去年盾のお仕事、時代劇とかでよくある盾のお仕事をいただいて、刀を持って4人の方を相手にこう切っていくステージを経験したんですけど、それをしてからちょっとアクティブな感じが楽しくなってきてしまって、刀やったし、銃やっちゃおうかなってい う, こう結構軽いノリで始めて、猟銃所持許可という許可証を半年ぐらいかかるんですけどかけて取得して、今年の1月から念願のクレー射撃をバババババンとやってます。いきます。でんこの絵心絵心がすごいことになってますが、前回にもキンドン君のこのお話ししてる時にバンジージャンプやりたいなっていう話をしてたと思うんですけど、ついに今年の5月22日のデビュー記念日に、バンジージャンプをすることになりました。しかもですよ、なんとバスツアーでバンジージャンプをします。私のふるさと茨城県にある龍神大吊り橋で 100m のバンジージャンプをバスツアーで行います。見守ってくださる方、見守ってくださる方や、あとは一緒に飛びたいなという方も募集しておりますので、ぜひどしどしご応募ください。5月22日です。よろしくお願いいたします。私はデビュー7年目に入る、水木なつみ、こうしてまたまた素敵なご縁をいただきました。道のく恋歌、たくさんの皆様に愛していただく作品になりますように、私自身もたくさん愛情を注いで育てていきたいなと思っております。新曲を通して、たくさんのところでキャンペーンをさせていただくので、ぜひお近くにお邪魔した時には、水木なつみに会いに来ていただけたらとても嬉しいです。そして水木なつみの仲良しなお友達と一緒に、中西理恵さん、徳永ゆうきさん、水木なつみで花より団子というグループを作って、ライブを定期的に行っております。4月の6日になっておりますので、良い子悪い子普通の子新年度編、東京駅ヒットスタジオ東京のところでライブをします。会いに来ていただけたらとても嬉しいです。よろしくお願いいたします。それではまたお会いいたしましょう。さようなら。